里崎チャンネル。こんにちは。さあ今回はですね、はい、またベスト9を決めていただこうと思うんですよ。何のすか。いろいろやってるじゃないですか、いろんなベスト9。はい、今回は今シーズンのベスト9を。今シーズンのプロ野球、はい、2019、はい、ベスト9、はい、セパですか。どうしましょう、セパ、セパ両方12日の合わせてのセパ合わせての、はい、本当のベスト9ですね。ベスト9ですね。もう今シーズン活躍した人ってことですよね。あ、ピッチャー難しいですね。いや、ピッチャーだって大勢いますし ねえ。しかも最多勝とかも一緒じゃないですか。そうですね。数でも知ってます、はい、どうやって選ぶか。知らない。好みっしょ。何か言うんですか。でもちゃんと考えましたよ。はい、はい、よし、はい、じゃあいきますか。はい、じゃあまずピッチャーからいきましょう。ピッチャー最後にしましょう、はい、最後。もったいぶってよ、はい、じゃあピッチャーはね、はい、一番賛否あると思うんで、うん、ああなるほど。ピッチャーは、うん、守備位置も、はい、守備位置ついて最後ピッチャー出てくるでしょ。そうですね。ピッチャー最後にしましょう。わかりました、はい、じゃあ最初に出てくるキャッチャーから、はい、じゃあキャッチャー、はい、西武の森っすね。もうここは、はい、キャッチャーで首位打者、はい、さすがっす。すごいですね、首位打者取っちゃうんですね。しかもね、はい、そのリーグ優勝までして、うん、いやさすがっすね。そうですね、はい、いいキャッチャーとはチームを勝たせる、打つか勝つかって両方ですもんね、うん、両方揃えてる、ね、すごい。だって言われないでしょ、はい、今年もパリーグ最下位の防御率言われないでしょ。言われない。打っときゃ言われないんですよ。森のリード批判聞いたことあります？ないですね。でもチームボーグル最下位ですよ。ピッチャーが悪いとか言われ出すんですよ。はい。言われ本当言われ出すんですよ、はい、打ってたら、うん、ピッチャーが悪いみたいな。いや、そこまで突き抜ければ何も怖くないですね。そうで、しかも森出すなって、森出さないと負けますからね。そうですね。リード批判してる場合じゃないですよね。だからね、森見てたら分かるんですよ、はい、僕の言ってることがどんだけ正しいか、はい、反論の余地ないと思うんですよ、まあ、ここはだけはもうこれで一番自信ある。顕著に出ちゃってますからね、うん、はい、じゃあもう文句なし2番あ満票でしょ。満票ですね。満票、はい、はい。じゃあキャッチャーは森選手で決まりでということで、はい、じゃあファーストいきましょう、はい、ファーストね、うん、西武山川っすね。うわー、また西武来た。やっぱり、はい、まあ、今年はちょっと打率低かったんですけど、うん、あのホームラン数はやっぱり魅力的だと思うんですよ、はい、打率はね、はい、若干2割5分、うん、6輪とですけど、はい、ホームラン43本ですか。そうですね。楽天さんの銀次も3割打ってますけど、はいはい、やっぱり40何本と比べちゃうと、やっぱインパクトがやっぱり全然違いますよね、うんうん、岡本とかもね、うん、そうですね、考えたんですけど、はい、やっぱり40、日本人で40発以上って、はい、やっぱなかなかいないし魅力的なんで、うん、ここも山川反論の余地ないんじゃないですか。そうですね。あ、ちなみに日本人だけですからね。あ、はい、はい、外国人は今回除くということで、除く、はい、日本人のみで、はい、はい、これやりましたもんね、はい、もうなんかニュースでバンバン毎日やってた気がしますもん。そうですね、はい、でもあの相撲取りの人に言われてましたよ。脇上げすぎっちって、っと脇締めなきゃっちって、こっちどこどそーいが正解やっちって言われてました。あ、そうなんですか、はい、こうやってやると脇上げてるから入れられてオーロがるっちゃうの、はい、こうやって押せないよっちってました。脇上げてこうだったら力入んないでしょ。じゃあ来年からこうで、うん、どこー。見えないでしょ。見えない。確かに。出せこぶって地味。エジからないわ。大丈夫、こっちで行きましょう、こっちで行きましょう。はい、はい、じゃあセカンド、はい、はい、セカンドもね、はい、結構悩みましたけど、はい、浅村選手来ないかな、あれかな、言われてっかな、お前パリーグしか見てへんやろって言われてないから大丈夫かな。確かに今のところ、まあ、パリーグですね。いや、僕は12球団ちゃんと見てますよ。そうですよね、正当な理由で選びますから、はい、セカンドは、はい、ヤクルト山田テストですね。おー、セリーグ来ました、はい、トリプルスリー今年いけるかなと思いましたけど、ちょっと若干打率落としましたけど、うん、はい、いや、ここまでの確率はもう素晴らしいです、はい、打率どのぐらいでしたっけ。打率は最後若干落として2割7分、はい、2割7分1厘ですね、うん、ちょっと落としましたけど、はい、ホームランも35発打って、はい、盗塁も33本して、はい、まあ、最下位にヤクルト沈みましたけど、うん、ここはよく頑張ったんじゃないのかなっていう、うん、そうですね。じゃあ次はサード、サード、じゃん、西武中村拓也、ね、いや、もう西武多いな。まあまあそれ
橋周平も今年頑張ったんで、はい、高橋周平もあるかなと思ったんですけど、まあやっぱりあの怪我の影響もあって、うん、やっぱりちょっと週、ね、伸び悩んだかなっていうね、はい、終盤でもあの本人からするとすごいだから来年に向けての期待値はすごいありますし、あとあのパ・リーグでいうとマッチね、あ、はい、松田選手もやっぱ、はい、あの思ったんですけど、中村選手打点王ですよね。そうです、はい、しかもねホームラン30発打って、はい、得点圏で3割5分ですよ。すごい、ヒットが142本打ってますから、はい、2割8分6厘でしょ。うん、で途中から山川に変わって4番でしょ、はい、文句ないでしょいや、ないと思います。あるか、あるかな俺は結構自信満々で言ってるけど、はい、あるのかな世の中の人は。いや、だってこんだけ打点上げてたらもう誰も文句言えなくないですか。でしょ、はい、って僕は思うんですよ。全てはやっぱり打点なんじゃないかなって。まあ、ただクリーンナップなんで、うん、やっぱ打点は求められる中 で、はい、しっかり打点も稼いでホームランも30発打って2割8分6厘ですから、いや、総合的にすごいんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね、はい、しかも盗塁も2個してんで。おっ、何気に、はい、じゃあ次ショートはどうなるか、はい、はい、行きましょう。ジャイアンツ坂本ですね。これはもう、はい、ここもいろんないと思うんですよ、うん、やっぱり、ね、今年はね最後ホームランを取るかなっていうところでね、はい、外がジャッパーンって打っちゃったんで、はい、なかなかなりませんでしたけど、うんうん、まああのね、キャプテンとしても初めてのリーグ優勝して、はい、打撃の数字面でもね、はい、しっかりとホームランを争いまでして打って、うん、守備も貢献して、はい、まあ、最後ね満身創痍の中、うん、しっかりチームでも個人でも結果残したっていうところはもう12球団ベストラインですよね。そうですね。対抗馬いました？対抗馬はね、はい、坂本以外思いつかなかったです。逆にもうショート坂本みたいな、あ、迷わなかったですね。じゃあ多分これも満場一致ですね。いや、逆に坂本じゃねえよっていう人欲しいですよねあ、じゃあ理由をちゃんと書いてコメントに残していただければ真っ当だねはい、お願いします、はい、はい、じゃあ次外野ですね。外野ですね。じゃあ外野3人ね、行きましょう、はい、まず1人目、はい、鈴木誠也ですね。はい、首位打者。いやー、首位打者ね、はい、見事っていうところと、うん、今年は本当にねコンパクトに打ったチームバッティングを徹しながら、はい、ヒットを量産して、はい、しかも強めに振るときはしっかり振ってのホームランっていう、はい、なんかこうすごい一皮も二皮も向けたんちゃうかっていう、はい、あの軽打のコンパクトバッティングで強い打球飛んで反対方向は本当すごいですよ。今までどっちかというとクラッチヒッター気味かなっていう感じはありましたけど、はい、今年の広角な感じは、うん、いや、すごかったですね。あとはそのランナーを置いてるところとか4番なのに、まあ、3番とか動いた時ありましたけど、うん、にもかかわらずその状況に応じてそのチームの勝利に徹するバッティングをできるっていうところは、はい、リーダーやなっていう。おー、あー、 その中でも結果残してるっていうところは素晴らしいですよね、はい、じゃああと2人。そうですね。じゃあ次2人目は、はい、秋山ですね。おお、これもやっぱり秋山の活躍とともに西武が上昇してきたんですよね。そうですね。ああ、でもね、秋山に話聞いたらね、はい、平成最後に地獄見たって言ってました。え、なんでですか？あの平成打率1割台だったんです、最後シーズン当初。そうでしたっけ。ああ、令和になった瞬間に一気にガーッ来たんですよ、はい、そうなんだ。ああ、だからあのね、秋山が今年、はい、復活した瞬間を僕は目の前で見たんですけど、はい、あの大宮で行われたロッテ戦、はい、西武、あの試合で、はい、あの1番に戻ったんですよね、はい、でそこでヒット打って、うん、そっからガーン上がっていったんですよ。へー、あの大宮が今年の秋山のスイッチポイントですね。ああ、そうなんですね。ああ、じゃああと1人最後ですね。あと1人誰来るんだろう。じゃあ外野最後の1人は、はい、吉田正尚、オリックス。オリックス来ました。最後ね、森と首位打者争いしながら、はい、まあ、ホームランもしっかり打ってますし、はい、うん、まああの、まあ、最初ね、入団したとやっぱ怪我が多くて、はい、いい選手なのにもったいないなっていうところありましたけど、やっぱここに来て、はい、怪我しない体ね、室伏さんとの自主トレで培ったバランスとトレーニングで、うん、やっぱすごいですね。でしかも入った時はね、うん、フルスイング結構イメージあったんですけど、はい、最近はコンパクトに打って力強い球をね、出すっていうところもあるんで、ブーンって振るイメージですよね。まあ、振るのもありますけど、はい、コンパクトに振ってもしっかり飛ぶようになってるんで、そういったところはより進化してますね。背とかそんな大きくないですよね。いや、小柄なのに、はい、で俺こそファンの人がね、なんかこう鉄アレみたいなやつ持ってね、こうやってマッチョマッチョマッチョってますよね。だからあれね、改良した方がいいですよ、はい、あれもっと3キロとか5キロとかにした方がいいんですよ。ファンの人のやつ。それでファンの人は応援とともにだから筋トレエクササイズですよ。めっちゃ軽い、はい、もっと、あれ持ったことあります？いや、持ったことないですけど、あれめっちゃ軽いんですよね。だってあれでしょ、空気でしょ。空気です。あれね、重さのやつ売ろう。1キロ、3キロ、5キロ、10キロ
と変えて、はい、変えて、で人それぞれあれ持って応援と同時にエクササイズする筋トレする、はい、面白いそれ面白くないですか、はい、これオリックスさんちょっと見てたらもしかしたら来年から商品化、商品化してほしいですよね、はい、じゃあピッチャーの発表お願いしましょうか、はい、ドゥルル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 有原投手です。おー、有原投手ですか、はい、まあ最後ね、うん、タイトルも取りましたし、はい、まあなんて言ってもシーズンチーム5位から最多勝ですから、うん、そうですね、 A クラスとか優勝して最多勝だとね、チームの強さに正比例していきますけど、うん、こうチームが低迷してる中最多勝を取れたのっていうのは、うん、非常に本人の力も大きいと思うんですよ。だって勝ってる数が他のチームより少ないわけですからね、チームとしてね、その中でやっぱ5位で最多勝は、うん、評価に値するんじゃないのかなと思いましたけど、はい、まあ他にもですね、まあ、迷ったんですけど、はい、やっぱセリーグで言えばやっぱ山口じゃないですか。そうですね、同じ最多勝ですね、タイトル取ってるんで、山口も迷ったんですよ、はい、有原と、うん、でもクオリティスタートが有原の方が多かったんですよ。あ、そうなんですね、はい、あとプラスアルファ、はい、やっぱ王のね、防御率、うん、あとはあの山本由伸もね、はい、パ・リーグで言えば防御率入れたかったんじゃないですか。山本由伸は入れたかったんですけど、やっぱ勝ってないんで、援護点がなくて、まあそっかそっか、うん、でそうなってくると、まあ、確かにピッチャーの一番いい指標は防御率なんですけど、あんまりそこにこだわりすると、うん、僕の好みが好みすぎるっていう問題にもなるじゃないですか。あ、好みすぎてもいけないわけですね。やっぱり平均的に見てフラットに見てやるのが、はい、僕の主流なんで、うん、そう考えるとやっぱり山本より有原やなってなってくるし、うん、で大野も考えたんですけど、はい、こう防御率12球団並べると山本、有原、大野なんですよ。あ、じゃあ防御率は上回ってるわけですね。有原の方が上回ってるんですよ、はい、だまあセパでね、球場も違うし相手も違うからそんな防御率とかで競い合ってもっていう意見もあるのもごもっともなんですけど、はい、なんて言っても最後は僕の好みじゃないですか。好みですよね。好みなんですよ、はい、でそう考えると、うん、やっぱり有原15勝の、はい、まあ、防御率も全体の2番目にっていうことを考えたら、うん、まあ、有原ベストナインでいいんじゃないですかね、まあ、総合的にと、はい、うん、この中で今回侍ジャパンに選ばれてる人何人いるか知ってます、はい、ちょっと待って、それで今ふと思ったんですけど、はい、侍ジャパン選ばれてる人だって森選手もいないし、うん、秋山選手はいたな。いたなって言った。いたな。山川選手も入ってますよね。いや、入ってないです。あ、入ってなかったでしたっけ。はい、あれあれあれ、そんなに入ってないですか。今日今僕が言ったベストラインで今ふと思ったんですけど。あ、外野は全員入ってますね。外野は全員入ってる。はい、坂本選手も入ってる。はい、で山田テスト入ってる。入ってますね。はい、それだけです。だ外野3人二遊間入ってます。サード、ファースト、キャッチャー、ピッチャーは入ってます。入ってない、はあ、だから半分入ってますね。そうですね、はあ、でもまあこれね、体の不調で断ったっていうパターンもあるんで、うん、はあ、そうかそうか、はあ、一概に言えないですけどね、はい、はあ、だからまあ間違ってる間違ってないとかじゃなくて、はあ、代表は断ってる可能性もあるから入ってないんだよ、はあ、入ってない可能性もありますけど、うん、まあ僕の考えるベストナインはこれです、はい、はい、これです。